皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。くしたにライディングメソッド、ライテクを学ぼうの小川です。これからバイクへ乗りたいと思う方へ、この動画少しでも参考になれば嬉しいです。第25回はカーブに合わせて座る位置を変えてみようです。はい、ワインディングとかですね、いろんな大きさのカーブがあるんですけど、それに合わせて、いろいろ座る位置を変えると曲がり方が変わるという話を今回やっていきます。ツーリングに行って、はい、峠道とかですよね、はい、なんかカーブによって曲がりやすいなって思ったり、うわなんか曲がりづらいなとかあるんですけど、はい、それって何かそのカーブの種類によって曲がり方のコツとかっていうのはあるんですかね。オートバイってやっぱりバイクの上でライダーが動いてバランスを常に変えてるじゃないですか、はい、なんで、まあ、それの一環としてなんとなくの目安みたいなものはあります。おで、まあ、通常何回か今までもやってますけど、タンクから拳1個分ぐらい後ろに座りましょうっていう話をよくするじゃないですか、はい、でそれで上半身リラックスして下半身ホールドして乗るっていうのが、はい、オートバイの乗り方の基本だとは思うんですけど、そういうフォームはだいたい中速、まあ、90度ぐらいのカーブにやっぱり合っていて、ワインディングに一番多いカーブですよね。そうですよね、はい、なのでまあそういうカーブは、そういういつものポジションで走っていただいて全然いいんですけど、はい、多分曲がりにくいなって思うのはこういう曲がり込んだカーブ ありますね。で、まあ、特にね下りで曲がり込んでたりするとなんかもう体にも力入っちゃうし、もう超に曲がらないようになっちゃうじゃないですか、はいはい、なんでまあそういう時はあらかじめ見えてる場合はちょっと前に座ってあげる。前に座るんですか。前に座っていいです。もうこういう時はこういうヘアピンや下ってるカーブでちょっと怖いなと思うときはオートバイの前に座ってあげるとハンドリングがちょっと遅くなるというか重くなるというか、ゆっくり傾く感じですかね、ようになるので、真ん中に座ってるとスッて行き過ぎちゃって怖いで、行き過ぎちゃうと止めて力が入っちゃうっていう状況になって、力が入っちゃうとどんどん後に膨らんじゃうとか、そういう感じになるので、前に座ってバイクを穏やかな特性にしてあげるっていうのがいいと思います。で、まあ、あんまりね真ん中よりも後ろに座るっていうのは峠とかではそんなないと思うんですけど、ちょっと後ろに座ってあげると逆にオートバイのレスポンスが上がる、より曲がりやすい、鋭く傾くって感じですか。はい、なんでまあ少ない入力で曲がるっていう状況を作れるので、高速コーナーなんかは後ろに座ってあげるとあんまり寝かさずに曲がっていけるっていう状況を作れますね。じゃあ曲がり込んだきついカーブはほど前に座ってあんまり曲がってないスッと通り抜けられちゃうようなカーブは後ろに座ればいいってことなんですかね。そうですね。ただ前に座るようなカーブって気持ちよく走ろうと思っても多分なかなか走れないカーブなんで、こういうカーブはあんまり攻略するつもりで走らずにやり過ごすっていうので前に座ってっていうのでもう捨てちゃっていいと思います。ある意味バイクってこの座る位置だけじゃなくて例えば真ん中に座っていても上半身を寝かしたり起こしたりっていうのでリアタイヤの、ね、荷重バランスが変わったりとか、まあ、フロントのバランスが変わったりするので、まあ、そういうところをね自分のバイクでいいところを常に探して乗るっていうのが多分スポーツライディングの楽しさなので、ちょっとそういうところを意識して走ってもらって荷重コントロールを体の中でしながらバランス取るっていうのをちょっと楽しんでいただけるとより思い通りに扱える、なるほど、面白さを体感できるかなと思います。体格とかにもよってね全然違うと思うので、座る位置、上半身の角度、左右への荷重コントロールみたいなものをもう常に動いてる、動かして体の中の重心を動かしてバランスを取るっていうのをスポーツとして楽しんでいただけるといいかなと思います。